的に早いんですけど、早くから葉を出したのでそろそろ、葉刈りしてまた新しい綺麗な葉を出してやろうと思うので今日は葉刈りします。はい、これね、あまり1年に何回も出すのは木は疲れて嫌なんだけど、そう、まあ1回ぐらいはいいでしょう。ちょっとねやや短めになっちゃうんですけど。早いっていうのは何さ、時期があるの、こういうこと、うん、本当はもうちょっとね葉が固まって、うん、時期的には7月頃なんだけどね、うん、これね、あの温室の中でね、うんうんうん、早くに出したからね、うん、だいぶ木がね、あの充実してきてるのね、うん、今6月の初めだけどね、うんうん、それでね OK 見た感じは大丈夫なので、一応いらない枝はこれ取ったわけでしょ、うん、それだからね、うん、今度はこういう感じでね、こういう感じかすかに残しとくの、全部、うん、全部取らないでね、こういう方法もあるんですけどね、うんうん、ちょっと残した方がね、あの早く出やすいのね。あ、そう、やっぱりこう水を 今切ったのがなんかすごいでっかいんだけど、うん、それが よりはちっちゃくなる、もうあの要するに葉刈りするとね、うん、小枝になるから葉も小さくなるの、うん、そして新しい葉だから、この葉関して言えばこれ地上もみじだからね、うん、あの真っ赤に出てきます、うんうん、これはあと、うん、2週間かかるけどね、うん、2週間経ったら真っ赤なやつがねまたできて、それはまたそれで綺麗なの、うん、でまあ何回も1年にできないんですけど1回ぐらいはね、うん、うんと元気のいい木はね、うん、毎年やっても大丈夫なの、うん、ちょっと弱った木はね何年間に一遍でないとダメだけど、これはすごい元気いいからね、うんうん、生育がいいからね。これもみじ以外でもいいの？どういうもの？あの柏とか。ああできますよ。あ、そう。もみじも柏も欅も、うん、ツタなんか最高綺麗。ツタなんか。こういう雑木っちゅうの、葉っぱだけのやつ。うん、そうそう。葉っぱのやつ、竹のやつはほとんどできる。できるできる。もう春の顔とまた違うね、うん、艶が出たやつが出てくる。あ、そう。うん。それだけあんまりやると木終わるからね。あ、そうか。エネルギー使いすぎて。だから木の元気さを見てね、うん、やらなかったら。それは紅葉は楽しめないの？楽しめない。これは2回切りしたやつはね、うん、あの木がね、うん、あのちょっと秋の充実までね、うん、間に合わないわけさ。あ、そうすると紅葉できないのね、うんうん、あの紅葉ってさ寒くなってね、うん、木がしっかり冬の用意して始めて紅葉でしょ、うん、こうなってるとね今これからどんどんまた水吸ってね。京都とかあの辺は、いや、もう暖かいとこ行けば別だろうけど、どっちにしたってあんまり綺麗な恋はしないね、うん、あの木がまだね、あの若々しい葉っぱのまんま冬になっちゃうの、うんうん、結局2回目だから。あ、そういうことなんだ、うん、それで綺麗な恋をしない、うん、なんかくすんだような色になっちゃう。なるほど、時期がずれちゃうんだ、うん、時期がずれちゃう。これでとりあえず1回目、はい、あのやってみましたんで、はい、また後でこれ、はい、ね、はい、はい。前回石付けした
獅子王もみじですが、一応元気がついたので、夏の葉刈りをして新しい新芽が赤く出てくるので、それを期待して。また切るの？ええ、もう一回葉刈りします。これ2回目ですけどね。あの、お疲れ、取っちゃっていいの？うん、木が元気いいからね、一層綺麗に、あの、葉刈りして、新しいのをね、出してみます。一応、今回は、あの、葉を残すのでなくて、全部カットして。全部取っても大丈夫なの？うん。間違いないの？こんだけ元気いかったらね、うん、出てきます。あの、木が弱ってる木はダメだけど、これ元気いいとね、それでね、この次出てくるやつが赤く出てくるんでね、うん、ちょっとこの青いのが残ってるとね、うん、なんかこう色がちぐはぐなのでね、うん、一層全部赤く見せるためにはね、少しこう青いのも綺麗に取ってね、ない方がね綺麗に見えるしね、うん、インパクトがあるしね、春と同じような色にね、なりますんでね。思い切って今回は全部落とします。はい、でね、これ、本当は年に2回やるもんでないんだけども。そうなの？うん。やっぱり木も何回もね、新芽出すと疲れてくるんでね。だけどちょっと木のこの、今回の状態を見るとね、かなりこの木はね、若々しいしね。その古い木でないからね、今ちょっとこういう葉刈りしても来年の影響はないようなのでね。木は、うん、せっかく出したのにまた切り張って何やってんのって、うん、何やの言ってるだろうな、多分な。だけどね、やっぱり そんだけ文句言うってことは木も元気だからね。あ、そう、うん、大丈夫だ。もうやめたっていや、これね、古い木だったらね、あの、そろそろご無礼しますって言ってね若い木だからね、もう一回出てやろうっていう気になってるからね。そう、大丈夫。やっぱりこう状態を見て切ってるからね、うん、もう何でもかんでも切ってるわけでもないからね。これでね、何でもかんでもかんでも切ったらってもう出てこないの？出てこない。こ、そう、うん、それはね、この葉の状態見れば大体わかるんですけどね、うん、今8月の初めですからね、もう一回赤いのが出てきてね、ちょっと綺麗な葉になりますんでね。またその時に。間に合うの？もう8月だけど。ええ。そのね、間に合うっていうよりも、要するに新芽の赤いのをちょっと見たいんでね。うんうん、ええ、その、赤いの見て、大体、目的がそれなので、その後はもう、あの、冬の用意させるためにね。ちょっと水を切らしたり。今頃新芽でもちゃんと落葉するの？落葉するの、でね、やっぱり落葉するためにはね、うん、もう今肥料はもうやらないの、うん、で捨てて、それである程度葉が出てきてね、うん、こうそこそこに見えたらもう水も控えめ、あ、そう、早く秋の用意させてね、うん、そしてもう水を下げるの。そうするとね、ゆっくり冬の用意するから、で急にね、どんどん肥料やって、どんどん水やって、元気のいいのに、突然、マイナスになったら木傷むからね。今出てきた葉を、今度は秋にゆっくり自然に落葉させて落とせばね、来年もまた同じように綺麗に出るからね。あんまり1年に2回は進める方法ではないんだけど、今回はちょっと試験的に、やってみて、こういうのはこの先端から出てくるの？はい、この先端から出てきます。それからこの脇からも出てきます。あ、そうなの。で、まあ、この次のまた撮影で結果分かると思います。一応また次の機会をお楽しみに。はい、はい。